はい、こちら現在映像で出ていますのがスマートウォッチのコスペットプライムの動画撮影機能の方で撮影しました、滋賀県大津市中心部の様子になります。こちらのカメラ機能なんですが、基本的に縦撮りになってしまうようですね。撮ろうとすると多分なんか向きとか設定かは分かんないんですけど、向きとか変えると横撮りとして撮影も可能なのかもしれないですが、まあ普通に撮影しようとしますと基本的には縦撮りで撮れますので、こちら、動画自体も縦撮りという形でですね、出力も、しようと思っております。今映像に見えていますのが、こちら近江と書いてある、看板のある建物ありますが、まあ、昔の大津パルコのあった場所になります。画質等どうでしょうか。まあ、手ぶれ補正とかはもともとついていないものにもちろんなると思いますので、まあ画質としてどの程度のものかというのを、見ていただきたいなと思います。スマートウォッチとしては非常にクオリティの高いものになっていると思います。